どうも、ナクシです。マッスルゲート盛岡大会までちょうどあと2週間となりました。今日ちょっと休みの日で、最近ね、ちょっとこう疲れが溜まってたんで、今時刻朝の8時半、ちょっと寝坊したかな。まあこれからね、大会2週間前なので、まあ、カウントダウンみたいな感じでね、動画の方撮っていければと思います。寝癖すげえな。今日の体のね、コンディションちょっと見たいと思います。体重の方はね、まあ去年に ほぼ近づいてきて、まああと 0.4 とか、まあそういうレベルですね。で、体の方もね、これ今寝起きの体です。だいぶね、まあ絞れてきたかなって感じですね。まあ、これ今ノーパンプ。まあこんな感じですね。はい、ちょっと朝ごはん急いで食べていきたいと思います。これから朝ごはんなんですけれども、まあいつものルーティン、白米、140g で、サバ缶、このサバ缶ね、業スーで105円で売ってます。で、マクロ見てもまあね、脂質これ1缶食べても 14g ぐらい、タンパク 32g ぐらい取れるんで、結構優秀なサバ缶です。で、いつもこれご飯にかける前に汁飲んでます。で、あとこれにネギかけて食べてます。あと大根おろしですね。で、こうやって乗せたサバ缶の上にね、こうやってね、大根おろし乗せて、で、ネギかけて、最後にこう、醤油かければ完成です。はい、こんな感じ。これめっちゃうまいよ。おすすめです。直吉ブログ。はい、今お昼ぐらいになりました。今日はね、休みで、いつも買い出しは休みの日に行ってるので、今からね、スーパーの方に行って買い出ししたいと思います。直吉ブログ。はい、あれからね、買い物の方終わって、帰ってきてお昼ご飯食べて、まあお昼ご飯ちょっと撮ってなかったんですけれども、今動画の編集ちょっと終わって、これからトレーニングに行きたいと思うんですけれども、トレーニング行く前に、まあプロテイン1杯飲んで、で、あと串団子ちょっと1本食われちゃったんで、これあと2本、串団子を食べてこれからトレーニング行きたいと思います。はい、今ジムに到着して、最初に日焼けマシンが今入ってたから、先にね、日焼けちょっとしてからトレーニングしていきたいと思います。
カールなんだけど、これ一応ね、こうハム狙いじゃなくて、このハムとね、こうお尻、ここの境目をね、こう狙ってやるやり方で、ちょっとね、最後こうお尻をちょっと上げるような感じでやると、お尻の方にね入ります。ちょっとねやってみますね。お尻ね、鍛えたい人はぜひやってみてください。直吉ブログ。直吉ブログ。はい、トレーニング終わって、帰宅しました、これからね、夜ご飯作っていきたいと思います。それでね、今日作るの面倒なんで、いつも食べてる、カレーうどん、カレーうどんを作っていきたいと思います。で、まずね、最初水、350から400ミリリットル入れます。次、うどん入れます。これ一応冷凍うどん入れます。はい、次これ野菜スープの具 100g 入れます。慣れてるとゆで上がるから、次、鶏の胸肉 150g 入れていきます。これでちぎりながらちっちゃくして入れていきます。で、鶏胸これ最後入れた後にカレールーですね。これね、カロリーが 50% オフのジャワカレー辛口、これマクロがね、一皿分で
脂質 1.7 だから中に入ってるねこれ 2皿分なんで、まあ脂質これでも 3.4g ぐらいしか入ってないんでね、めっちゃヘルシーなんですよね。これ1袋入れて100カロリーぐらいで、これにカレー粉入れてあと混ぜるだけ。はい、こんな感じで完成です。もうね3分ぐらいでできちゃう。でカロリーも500カロリーちょっとだからかなりヘルシーです。減量中でも全然食べれます。直吉ブログ。はい、あれから夜ご飯食べて今ね時刻の10時なんですけれども、ちょっとね小腹が減ってきたので、最近ねハマってるおやつ的な感じのやつ、前ねこうエビせんをね紹介したことあるんですけれども、これね最近見つけたカニせんべいってやつがあるんですけど、中身がねなんかエビせんに似てるこういうやつで、これ30g ぐらいでだいたい100カロリーで、炭水化物まあ 30g ぐらいかな。で今最近あのウォーキングしてるから、まあ、こういうやつを食べてちょっとねこう設定カロリーより多めにね取るようにしてます。で減量末期なんで、あのなるべくねあと2週間ぐらいなんで、こう体をちょっとずつ回復させるためにもねこういうやつをねちょっと食べていきます。でこれね電子レンジでこれもチンするだけでできるので、ちょっと作ってみたいと思います。でこうやってね容器に入れて電子レンジでチンします。だいたい600ワット1分ぐらいでできます。でそれでね出来上がりこんな感じ。食感もねパリッとしてて、でこれちょっとねピリ辛で美味しいです。本日最後これとあとノンアル、まあこれ食べて今日終わりにしたいと思います。でこれ食べ終わったらもう今日はね寝ようと思うので、またねあの動画、まあ、撮る機会があればまたブログ的な動画撮っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の動画終わりにしたいと思います。今日の動画が少しでも参考になったなら高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。